おはようございます。セブライフのともです。今日はですね、あいにくの天気で雨がパラついています。はい、ということで今朝も生まれた赤ちゃん子豚、母豚、こっちのね、豚たちみんな元気です。はい、で来週もね、同じバイヤーさんがまたね豚を買ってくれることになりました。はい、ありがとうございます。ということでこの子も割と大きくなりましたね。おそらくこの白い、豚さんとは来週、まあ来週の何曜日か分かりませんが、来週までには95キロ以上、なってると思います。またね体重もチェックしようと思います。あとこの茶色のね、豚も大きくなりました。あと体重測りたいと思います。はい、でまだいるかな。あ、いなくなってる。ここにね、普段はいない生き物がいたのでさっき撮影しました。その様子どうぞ。はい、トッケイヤモリですね、がおそらくあの上からひょいって落ちてきてしまったんだと思います。自分がね、通路を通ってもね鳴くだけで全然動かなかったんですが、さっき雨がザーッと降ったのでその時にまた竹の中か柱の方に逃げていったんだと思います。はい、こっちのね豚もみんな大きくなってきました。うん、こっちの豚も大きいです。はい、はい、で、動画全く関係ない話にはなるんですが、結構ね、ずっと前の動画だと自分はこうやって撮りながら撮影しながら声をね出してるんじゃなくて、撮影した動画に後からアフレコっていう感じでね声を足していました。はい、その時はね結構意識してなんか低い声でセブライフのトモです、こんな感じでねなんか変な声を出して、よくねアフレコをつけてたんですが、普通にこうやって撮るようになってからね別に意識してなんか格好つけた声をね出してないですね。はい、でそれをね昨日ね久々にあのナレーションっていう感じでねアフレコつけて、冒頭だけねアフレコで動画を撮ったので、うん、なんか声大丈夫ですかとか声変わりましたとかいうコメントが多かったので、説明しました。はい、多分自分では意識してないんですがアフレコとこうやってね撮影してる時に撮る声は少し違うのかな、それか、録音のなんか設定が違うのかもしれません。はい、まあ、それだけです。全然関係のない話でした。はい、それでは、来週も出荷できるということで、大きく育ってほしいと思います。それではご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり。